はい、こんにちは、総木監督と申します。ウイニングイレブン2021マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。お久しぶりでございますね。無課金マイクラブ最終章は、この無課金の僕がね、温存に温存を重ねて待ってたガチが、このね、若手の習慣、じゃない、若手の投票 FB ですね。はい、まあ、これでホーランド絶対獲得してやろうと思ってね、ずっと待ってたんですよね。なので今日はこれでね、ホーランド獲得していきたいと思います。ただですね、マイクラブコイン。こちら731ということで700しかない、7回しか引けないんですね。まあ、この7回のうちになんとかね、まあ、出てくれればいいんですけれどもといった感じです。はい、もう本当にね、ちょっとね、マジでちょっと久しぶりなぐらいね、ウイレやってなかったんですけれども、まあもうコインもね、もう本当にね、最後までようやく持ちましたよ。この POTW をね、ユーロのやつ全部スルーしましたからね。そこまでして待ったこのガチャね。はい、今日こそこのヤングスター獲得していきましょうということでね、まあ、とりあえず、あ、欲しいところ見てなかったですね、今ね。はい。まあ、チャラッとね、行ってみましょう。チャラッとね、はい。山頂。まあ、ここね、ポジションないですけど、とりあえず獲得しておきたいところ、ジェイドン山頂ですね。はい、ホーランド。まあ、この二人に関してはね、これから先多分ね、耐性する可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。ただ、パーティーとかどうなんでしょうね。パーティーなんだろう、五分五分というところかな。確かにね、バルセロナのね、まあ、期待のね、若手なんですけれども、やっぱちょっと怪我がちなところがね、うん、なんかこの先ちょっと心配ではあるかなっていう感じがしますからね。まあ、とりあえずパーティーも欲しいんですよね。持ってないですから。はい。パーティー、サンチョ、ホーランド、あとは虫やらなんかも欲しいですね。で、エンディディもね、エンディディですね。はい。エンディディも、ここもかなり強いと思うんで、欲しいですね。はい。まあなんか獲得したらすでにレベル30で獲得できるらしいんでね、めちゃめちゃ嬉しいですね、この若手のガチャね。はい。あとは、まあまあ強い選手では間違いないんだろうけれども、特にいらないかな。はい。まあこの3人プラスエンディディでね、まあ、3人じゃないな、4人です。4人、虫やら、パーティー、サンチョ、ホーランド、エンディディ、はい、この4人、5人ですね。はい。5人目がけていきましょう。よし、ということで、いきます。ちょっとね、うるさくしてしまいましたが、いきますね。まあ、とりあえず、この7回でマジでホーランドは獲得しなきゃいけない。もう、このホーランドを求めて、ずっと温存してましたから。いきましょう。まあ、この時点で、ホーランドの線は消えました。ただ、山頂の可能性が非常に高くない。ごめんなさい。誰でしょう、これ。あ、エンディディですね。これはもう間違いないです。まあ、ここはマジでずっと欲しかった。ディフェンシブミディフェルダー。アンカーなのかな？アンカーでかなりスピード速いですから。あ、これはめっちゃ強いな。はい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 。これは強いぞ。ありがとうございます。レスター C。よし。まずはね、欲しかった選手一人手に入れた。はい。もうレベル30ですからね。もうこれ絶対入れて使おう。今日な。今日というかな。うん、使おう。使ってしまうというやつですよね。はい。ということで、ここロックしとくか。いや、まあいいや。とりあえずロックはしません。もうこれから先の選手放出すること自体少ないんじゃないかな。さあ、ということで、とりあえずね、欲しかった選手、5人中1人獲得。まあ、この7回引くうちに、5人全員獲得したいですね。ただ、ウィン、お、来た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 、もう3丁か。3丁か、ホーランド、これはホーランドです。はい、もう間違いないです。この体つき。もう、ヒゲは生えてたかな、生えてなかった気がしますけどね。これ、ジェイドン3丁の方が。あー、惜しいなー。あ、まあ、でも、3丁も欲しかったところやから。うん。よし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 。まあまあよし。まあよしとしようや。ここな。多分ええとこやで。使えるポジションないんやな。困ったことに。はい。レベル30ということで、上限なんぼなんやろ。ここでもかなり上限もまだあるでしょ。44。いや、強いな、これはさすがに。めちゃめちゃ強いやん。スピード瞬発99やで。しかもボールコントロール、ドリブル、ボールキープまで99ってどないなってんの？おい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 、気が狂ったぐらい能力なってるやんか。すごいな、山頂。もうマジでちょっとウィングのあるポジションで使いたいな。え、左利きやったっけ、山頂って。わかんない。あんまりね、なんか、ウィレにライセンスないチームの選手って、あんまりなんか知識ないですよね。OK。ということで、これ、次。まあ、これはもう虫やら確定演出ですね、おそらくね。はい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 。すごいぞ。11人中。とりあえず今のところ外れなしで引いてますね。欲しい5人のうち3人が集まった。まあ、こっからね、ホーランドがなかなか出へんと思うんだよね、これは。ジャマル・ムシアラ。ここも欲しかったところ。さあ、ただそんなに高くないな。そんなにあれ高くないですね。能力値。あ、まだ上がんのか。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。わあ、ちょっともうちょっとね、もうこれ進化した姿見たいですよね。OK。めっちゃ獲得できてるやん、今日。やばくない？さらにいく。4回目。もうね、一切のハズレを引かずにね、ここまでね、5人中3人当ててきてますから。さあ、
これはここでちょっと一休み入れようかね。エンディディはもう上限もレベルが30。はい、しゃあないな、ここな。まあ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 、まあ、ただ欲しかった5人たち、まだ流れは去っていない、まだいける。よし行こう。ここで外れは1人、外れじゃないな、ここで被ってしまったが、あと何回、3回か、あと3回か、あと3回。ちょっとやっぱりね、ホーランド怪しいところだぞ。うわ、これもしかもまたプレミア飛んだわ。エンディディか、またもや、あ違う、これはジンチェンコです。はい、なんでここはでも選ばれんねやろな、ちょっと不思議なところであるな。この若手の投票 FP やねんけど、なんだろう、ジチェンコなってるの、これオレクサンドル・ジチェンコがなくなってしまいましたね、今作になってから。いや多分でも使わんな、なんとなく、あれね、はい、デブラインとちょっと似てるかなって感じですけどね。 OK、 さあもうこれちょっと2回ね、マジで気合い入れて引かんといかんぞ。231しかない、ちょっとホーランド来てくれるか、マジでくれるかな、これちょっと怪しいところだな。ムシアラも取った、あれ、あと誰がいいんだったっけ。もうサンチョも手に入れたし、エンディディも手に入れたよ。あれもういないんじゃない、あれもうちょっとやばくない、エンディディやたら出るな、このガチャ。3人目のエンディディや、3人目のエンディディ、あ3人か、まあ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 、エヴァ、ウィルフレッド、エンディディ、もう上限足してるというのがな、すでにこれ被っても意味ないところやねん、もうすでにな。うわぁ、もったいない。もうあと1回しか行かれへん。ちょ、誰が欲しかったのか忘れてもた。このガチャ。どうなってんねん。ポーランド。ファティか、ファティまだ取れてないんや。なんかこの辺でなんかディーン・ヘンダーソンとかなんか最後当たりそうな気もするけどな。そこは目をつぶっていこう。オッケー、ラスト、ここで、もう、ファティは諦める。ポーランドだけでいい。お願いします。オランドさん、来てください。よし、あ、違う。あかん、またプレミア飛んだ。ペティマクリア、ここ。あー、終わった。ホーランドの夢、ついえる。マジか。まあ、しゃあないね。はい。まあ、自作、おそらく横浜 F マリノスのね、このインフォも入ってないからね。もうこれちょっと、レベル30か。もうほぼほぼあれやな。あれなんぼなんやろ。あー、こんなあんま良くないな。はい、ということでね、もうちょっとね、いけません。はい。もういよいよね、もう無課金として、ガチャ引けるのはこれで最後となりました。まあもうこの時期なんで、もうさすがに課金する気はないけれども、ちょっとね、まあこれね、動画ずっとね、サボり続けてきたんで、まあサボり続けてきたというか、まあ、ちょっとウィーレから距離をね、ちょっと置いてたんで、こっから先、マジでちょっとね、今僕エリート3なんですけれども、残り期間でちょっとエリート1目指して本気で頑張っていきたいと思ってますので、おそらくというか明日も動画上げますので、よかったらまた見てください。はい、ということでね、では最後のね、無課金のあがきをね、明日から見てください。ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。